はい、ポルカオ TV の翼です。今回はゲストとして J1 のセレッソ大阪でプレーした吉野貴光選手。現在 J3 の YSCC 横浜でプレーしてます、西山俊太選手。お願いします。今回はこのお二方に、高校、大学、そしてプロに入ってからのいろいろな経験だったり、挫折だったり、そういう面白いエピソードなんかも、面白いエピソードなんかもね、挟みながら。今面白いエピソード出たぞ。面白いエピソード出た。吉野貴光は、静岡学園高校から国士舘大学に進んで、その後大学卒業してから J1 の、セレッソ大阪で何年間プレーしたの？4、5？ どっちかやな。どっち？大事。いや、どっちやで。4、5年。4、5年プレーした。4、5年。あんま覚えてない。貴光は、そういう概念でやってないからね。何年とか。で、その後、ヴァンフォーレ甲府か。甲府は1年。その後、タイ。タイのプレミアリーグ、一番上。全然下の方で。あ、そうなの。俺が行ったときは、3部とかやったんちゃう。あ、そうなの。で、今は成田 SC っていう千葉県の、サッカークラブで、中学生の監督、社会人、中学生の監督と、中学生の監督と、社会人のなんかアドバイザーみたいな。アドバイザーをやって今指導者として活躍されています。吉野選手よろしくお願いします。お願いします。もう一人スヌーピー西山選手。スヌーピーやった？スヌーピーみたいな髪どうしたんですか？誰？あ今あ伸ばしてね髪。あ伸ばしてね。似合ってる。いや俺は結構。100人聞いてね99人に言われるよ。西山選手は室蘭大谷高校、北海道の室蘭大谷高校から国士舘大学に進んで、そこから現在 J3 の YSCC 横浜に入団して4年目、大ベテランだね。で、左サイドバックとして現在も、プレーをしている選手です。この間や、この間やっと J3150 試合行きました。150試合。おぉ、すごいね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。選手権、青森山田とやってるもんね、3回戦でね。大石くんにロスタイムでやられた。俺らやられた。山田でやったっけ？ラスト1分。高本でもやったの覚えてる？高本でやったのは俺ら3年の時。そうやんな。その時は俺ら4人で勝った。うん。中2の時は、中2じゃが。高2の時はやってんの？高2の選手権やってる最後、俺らそれで引退してる。全然覚えてないわ。うん、で、高光とは、高校選抜でその時一緒だと思うね。その選手権の。高光とビッグだけ国士で行ってたの。秀吉。ああ、高校選抜高校選抜は俺らだけ。あ、そう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 。俺らだけやな。けど、俺らが高校選抜入ってんのも2年生の時やからな。ああ、すげえな。え、翼3年の時入ってない。2年生か。3年の時、俺2回戦で負けちゃってさ。全然活躍もできなかったから、何も。兄ちゃんが、そう、5個上なんだけど、おっぱまでマリノスの、北海道行って、で、ちょうどね、選手権が平塚であって、はいはい。兄貴の、うん。で、俺がその時、中1だったんだけど、岡崎選手、ウエスカの、うん、が1年生でいて、その時の滝川第二かな、はいはい。でやって、兄貴が PK 外して、負けちゃったんだけど、そうなんだ。なんか、そう、それ見て、あ、俺も、室蘭大谷で選手権出たいなと思って、選手権に憧れっていうよりかは、その室蘭大谷にちょっと憧れて、塾やめて、もうサッカー頑張って、ちょっとでもよくね、見てもらって入りたいなっていうので、一応2年生から出させてもらって、選手権も、2年、3年生選手権、それこそ藤枝に負けて3年の時は、おもう、どちんにされて、一発で。本当。そしたら、決勝で龍慶に藤枝がどちんにされてたの見て、ああ、これやべえやつらだなと思って、本当に。俺も一緒で、雪の青森山田の試合を見たのよ。中学校2年生の時に、そこで行きたいって決めて、うん、2人ともそういう試合を見て、憧れじゃんだけど、抱いて入ったっていう、その動機のところは聞けたんだけど、その入った後のことをちょっと話したいなと思って、中学はもうトレーニングをドリ、リフティングみたいな。うん。いや、結構今、いろんな YouTube で
喋ってる人いるやん、学園のこと、うん、杉浦さんとかね、話してるよね。いや、あんな喋れる部分のほんまちょっとや。そうなの。喋れへんとこが多すぎて、いや、もうコンプラに引っかかりすぎるよ、あそこは。ほんと。ただ、サッカーをする集団っていう意味では、めちゃくちゃいい集団やと思う。ただ、俺らの時は、結局、サッカーに、じゃあ途中でさ、もう集中できひんようになってくる、3年生とかおるわけやん。はいはい。そういう子らが、後輩らに対する、なんかこう、ちょっとさ、いびりみたいなのは、はいはい。半端なかったから。あ、そう。で、俺がそれをハマった結構トップ3ぐらいの一人で、俺1年生終わった時に身長が174ぐらいあったんね。だけど、体重が53キロぐらいしかなかった。減っちゃってんだ。もう、それはもう、いろんなストレスとか、ここでは言えへんいろんな要因があって、はい、身長は5、6センチ伸びて、体重5、6キロ落ちない。モデルさんみたいな足してるわけです。でも、進路のこととか、この先のことは別に考えればいいから、いろいろ、その、なんやろ、先輩からのいびりみたいなの俺全部隠してたんやけど、うん、けども、あまりに減りすぎてるし、体重が。うん、でも、明らかにも顔死んでるし、うん、なんかあるなら言えみたいなことは言われてたけど、いや、サッカーしにプロなりに行ってるから、静学には。はいはい。もう別に下手くそな奴らの、そういういびりに別に、なんやろうな、屈してなかったわけじゃないけど、結局これは1年耐えれば終わるもんやから、我慢するしかないってずっと自分の中で溜め込んでたの。特にさ、なんか1年目はさ、うん、1年目って試合に絡むことも少ないしさ。そうだよね。ただ俺ら3人ともさ、2年目から試合に出れてるから、じゃあ試合に絡めてると、やっぱそこでの充実感だったり、そうだね、そうそうそう、そう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 。1年目は結構きつい。俺もよくいじめられてたから、ちょっとサッカーもうまくいかない、私生活でもいじめ、省かれるみたいな感じで、そうなんだ。そういうのもめっちゃあったから、もう地元の友達からの手紙見て泣いたりとかして、あ、はい、でもやっぱ俺もプロになりたかったし、そういう思いで来てるから、高見と一緒でもう1年間、とりあえず我慢してやってやろうっていう気持ちでやってたから。あの、井田さん、井田正道って静学の、はいはい、あの、監督さんが、はい、ああ、そういうのが YouTube に結構上がってて見んねんけど、うん、なんか言ってることはすげえなんかわかる気がする。指導者やり始めて。なんやろな、やっぱりミスをやっぱ恐れへんっていうのは、あの人の中ですげえ大事やから、うん、チャレンジするっていうのは。静学の練習って3年間一貫して一生チャレンジさせられるのね。うん、だからドリブルでその仕掛けへんことにキレられはするけど、うんうん、ドリブルで仕掛けました。別に何も特に言われへんもんな。ああ、もう言われへんな。そう、行けって、まず行かへんかったらなんで仕掛けへんねんって言われるし、結局、全部チャレンジの方向で持ってかれるの。うん、ほんで、結局それがうまくいかへんかったときに、結局、子供たちはミスするのはやっぱ怖いやん。だ、うん、から、結局自分で考えて、じゃあ抜き方を考えるのか、パスの選択肢増やそうとするのかっていうのを結局自分で考えられるようになるから、そこの考え方っていうのはちょっと俺の中ではあんまりなくて、うんうん、ジュニアユースっていうか、クラブチームで、J クラブで育った人間やから俺は。静岡行くまではさ、やっぱりこう、形にはめてサッカーしてたし、うん、それはそれでやっぱ集団で形にはめてさ、じゃあパス回すとことかさ、うん、あ、ポジショニング取って崩すとこって、そういうのもすげえ楽しかったし、ただそれと静岡のサッカー両方を経験できたっていうのは、俺の中ですごい強みやから今でも。守備のこととかでも結構、ないのな、はめ方とかはめるタイミングとか結構俺喋るやん試合中によく、うんうん、そういうのはやっぱりそっからそのジュニアユースの方から来てんのよ、はいはいはい、チームとしてこう動かなあかんっていうのはなんとなく頭に入ってて、うん、けど結局自分がボール持った時に俺はもうチャレンジばっかりするやん、ボール持ってるやつの主体で、でも仕掛けた上でもし無理やった時の選択肢をなんとなく考えておくだけで、
ベース行けたら行くやん。うんうん、それがやっぱり、うん、そう、パスがこう植え付けられて選手って、やっぱ止めてまず味方探すやん。うんうん、そのなんか俺はいいとこをうまく取れたから、うん、なんか J リーグでももちろん怪我いっぱいしたし、そのすぐ引退したけど、うん、自分の中で通用する部分ばっかりやったから攻撃の面で。これね、高光がヴァンフォーレにいるときに、ヴァンフォーレ甲府にいるときに、サイスタで J1 のレッツとの試合を俺見に行ってんのよ。ああ、退場した人、退場が出たときやな、一人。そう、前半かなんか退場、後半か退場者出て、高光後半ラスト20分ぐらいで出てきて。ワントップやったとき。ワントップやった。で、クリスティアーノ選手が下に落ちて。あれ、クリスティアーノ選手だね、あのときいたの。クリス交代したんちゃう、多分。あ、そっか、交代して高光が最前線入ったのか。そう、地獄よ、あれ。時の3バックが遠藤航選手と牧野選手と、あとは森脇選手だったんだけど、一人で3人チンチンにしてたから。本当に。これ天才だわ。めっちゃうまいわ。そりゃ天才だわ。天才だった。今さ、日本でさ、小中の間に技術をつけて、上行ってから戦術をっていう人多いやん。うん。俺、逆でもええんちゃうかなって思うよ。ああ。自分の経験則的に。うんうん。スペインの子らとかさ、小さい頃からポジショニング結構決められてさ、サッカーさせられたりするって言うやん。うん。あれありきで、結局、そのポジショニングを取った時に必要な技術を、後にトレーニングしたり、うんうん、結構ゲームで使えるトレーニング、技術っていうのが、あのポジショニングでまず明確になってくる気がするんよ。ああ、しっかり正しいポジショニング取ったことで、その先に。小手先のドリブルじゃなくて、うんうん、結局大事なドリブルとか、ボールの隠し方とか、いいポジショニング取ったからこそ見えてくるもんとか、そう、っていうのがあるから、俺高校でも技術伸びたし。本当？俺し、うん。だって俺、小学校、中学校である程度戦術叩き込めたらやで。日本が全体的に。逆でも面白いんかなってよく思うんやけど。ただみんながみんな多分そうじゃないから、難しいけど、じゃあ、早めに J クラブのチームとかが、もう中学年代で、俺は早めに結構形決めてレイソルみたいにさ、ああやってパスタかさせた上で、それで、高校行ってからもっと技術のとこ追求し直すとか。ああ。うん。中高一貫でずっと同じサッカーするってのは俺も元の面でいい気がするから。たださ、俺もな、その、できひんからもうバイバイじゃなくて。うんうん。合わせるか合わせるか。そういうこと。上のやつが、じゃあ上の10人が、ここまでできてました。うん。下の10人がここまでしかできてません。じゃあ、こいつらを引き上げるために、ここのトレーニングしましょうとは俺はならない。こっちのためのトレーニングして、ここはもうそれに対して頑張ってついてくるしかないっていう考え方やから、別に捨ててるわけではなくて、結局できひんことに対してさ、うん、あ下の奴らも考えるわけや。こいつらは、こいつらに対して劣ってる部分はあるけど、絶対勝ってる部分はどっかであって、うん、そこに対して、その、なんやろ、やれることを、パワー使えばいいし、できひんことは自分でトレーニングして補えばいいけど、まさしく俊太なんか別にどうにうまいわけじゃないしさ、うん、身長もでかくない、スピードもない、フィジカルも別に強くない、左利きでキックの精度が高い、あと、うん、運動量あってって、結局じゃあパッて見ていい選手かって言われたら、俊太に関しては能力的にはそんなにいい選手ではないやん。やけど、結局ここで、J3 でずっとこんだけサッカーできて、やってるっていうのは、サッカーに必要な要素は絶対にポイントで押さえてんのよ。そこを、俊太は、そのピッチ内で、絶対に表現してるはずやし。ああ、なるほど。そう。けど、できひんことを無駄にしようとはせえへんやん。それがプロやん。そうだね。まあ、そうだね。うん。だから、俺は、途中から試合出たら、守備なんかそんなせえへんよ。だって攻撃で使うために、俺は攻撃してるドリブルしろって言われて送り出されてるわけやから、そこにマンパワーかけるし、
その代わりに守備は頑張ってくれって。うんうん、最低限守備はするけど、うん、守備の方はある程度お前たちに任したと、はいはい。その代わりボールの失わへんとかさ、チャンス作るっていうか、うん、部分に関しては、俺に任してくれっていうスタンスだったから。うん